久保さん、レター終わりました。今日ね、朝6時から起きてね、朝6時からやって、昨日の夜やろうと思ったんですけど、疲れちゃって寝ちゃって、朝6時に起きて、よし、今日売らんとあかん。今日から売るんですよ。今日から売るんで、かかんとあかんつって。で、午後予定入ってるんで、午前中やらんといけないんですよね。で、朝6時に起きることなんか僕ないんですけど、6時に起きて5時間かけて終わりました。今日5時間かかりましたね。結構書きました、がっつり。<laughs> でもう設定全部終わらして、あともう LINE の設定も終わったんで終了ですね。あとは申し込みを待つだけでございます。<laughs> やっぱね、みんなね、月末意識ないっすよね。うーん、なんか結局その積み上げが今年終わっちゃったな、みたいな話で、あっという間に1月も終わってるわけじゃないですか。で、2月始まるし、だからもう,もう僕、もうセールス、まあこれからね、3日間限定でやってきますけど、その後、今度新しい商品もね、も案内するし、 もう,もう2月のことも考えてるし。だから、ビジネスやるんだったら、も、ま、う、あ、常にね、やっぱ、今月どうしようかな、今月末何やるのかなっていうところを、やっぱ考えていかないといけないですよね。うん。だからそこだけは僕考えてますね。あの常にじゃあ、月のスケジュールで月30日の間に、じゃあこの区間はこれやって、この区間はこれやって、この区間はこれやってって、もう,もう全部できちゃってますもん。 で、もしこれがダメだったら次これ被せる。キャッシュ、今キャッシュフローがこれぐらいあるから、じゃあこれでここでこれぐらいの単価で売って、もしダメだったらこうしてとかね。もう常にそれは考えてますね。だって時間戻ってこないんで。時間戻ってこないから、セールスダメだったら、それリカバリーする時間も必要ですよね。なんでそれも、その、な、最悪を想定した場合のリカバリー時間も必要なんで。30日の間売り上げを確実に作っていかないといけないですから。 だから最悪を想定して動いてますかっていう今日動いてないということは最悪のシナリオに向かって動いてますよっていうことです言ってらっしゃる